中央にお越しください。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お二方もう少し中央寄りでお立ちいただけますでしょうか、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。さあ、日頃のご愛に感謝を込めまして、全国17都市で5種類のプレモルが楽しめるザ・プレミアム・モルツフェスティバルですが、東京会場であるここ六本木ヒルズに今年もご登場いただきました。竹内さん、いよいよスタートいたしますが、はい、お気持ちいかがでしょうか。今年もまた始まるなと。で、このイベントに呼んでいただけたのがとても嬉しいですね。そうですよね、もう5種類飲める、しかも17各都市があって、いろんな方にこのプレモルの美味しさをね、体験していただけるいい場所ができますので、全国の皆さんどうぞよろしくお願いします。はい、本当にたくさんの方に足を運んでいただきたいですよね。西部長、竹内さんが応援に駆けつけてくださったというのはいかがですか。いや、まあ、長年本当プレモルの顔として、すごく公私ともに応援をいただいてますし、もうこうした、駆けつけていただいて本当に心強い限りです。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。やっぱり西田部長も竹内さんを横にしてしまうと緊張してしまう、まあまあしますね、はい、されてますよね。先ほどとプレゼントはちょっとお顔が違うなと思っておりますが、いや、もう楽しみですね、はい、本当に。もう私はもうただ純粋にプレモルが飲めるということで、もう釣られてきた感じです。釣られてきた、ありがとうございます、はい、さあ、そして一人でも多くの方にこのプレモルのうまさを楽しんでいただきたいという思いで開催されますこのザ・プレミアム・モルツフェスティバルですが、実は今日はもう一方スペシャルなゲストにお越しいただいております。ご紹介いたします。澤穂真さんです、どうぞ。はい、皆さん一歩前にお願いいたします。澤さん、ようこそお越しくださいました。ご挨拶をお願いいたします。こんにちは、澤穂真です。今日は、プレミアムモルツの、イベントに、参加させていただき本当に嬉しく思います。私は本当ビールが大好きなので今日ここに来れて嬉しいです。よろしくお願いいたします。竹内さんも澤、はい、さんも、はい、ゴールドのお衣装をまとってらっしゃいますね。そうですね、もうプレモルカラーということで、はい、それに私もいつもゴールドを目指して戦ってきたので、なるほど、はい、じゃあそのゴールドを目指してってことは勝利を目指してってことですよね。勝利を目指して、はい。実は部長もゴールドなんですよ、ネクタイが、はい、ね、何気に私もゴールドつけてみました。どうでしょう、はい、竹内さん、西田部長、よくお似合いですし、私も私でちょっと一番ギラギラしちゃってどうもすいません。いやいやいや、ちょっと一歩下がろうかなと思って。ちょっと下がらないでください。竹内さん、ぜひ逆に一歩前に出ていただきたいです、はい、よろしくお願いします。なるほどね、でもゴールドと勝利をかけて、でも澤さん、こういったちょっとドレスアップというのは。そうですね、はい、いつもユニフォームだったので今日このような素敵なドレスを着させていただき、いただいてすごく嬉しいです。はい、本当にお似合いです、素敵なんですが、澤さんはビールがお好きなんですよね。はい、好きです、はい、ビールが好きという澤さんにお越しいただきましたが、竹内さんいかがですか。いや、もう親近感ですね。今日こうやってお会いできるっていうのをすごく楽しみにしてましたし、ビールがお好きだって伺ったので、なんか仲良くなりたいなって思いました。初対面でいらっしゃるんですか。そうですね、はい、いつもテレビで拝見してます。私もいつもテレビで見てました。乾杯って言ったら冷蔵庫パカッと開けて乾杯する、はい、ね、ビールを挟んでお二人お話が盛り上がりそうなところですが、どうでしょう、やはりチームメイトと皆さんともビールで乾杯ってよくなさいましたか。そうですね、まあ、リーグ戦とか試合終わった後にビールをプレミアムモルツだったりとか、本当にビールを飲むことも多かったので、みんなで楽しくワイワイとしてましたね、はい、さあ、お二人の共通点、ビールが大好きというのが分かったところで、もう飲みたくなってきませんか、ザ・プレミアムモルツが。もうここ数時間水分を摂取を経っているので、もういつでも来いっていう感じです。竹内さん、気合い入ってらっしゃいますね。それでは早速乾杯をしたいと思います。このザ・プレミアムモルツフェスティバルの開催を記念しての乾杯となりますので、早速持ってきてもらいましょう。ザ・プレミアムモルツです。はい、お一つずつお受け取りいただきます。わー、おいしそうですね。さあ、ではですね、早速乾杯といきたいところですが、プレスの方お越しいただいておりますので、皆さん、はい、ロゴを見せた状態で少し前に寄せて、はい、竹内さんの方に
澤さんと西田部長寄せていただいて先にフォトセッションしたいと思います。はい、フォトタイムです。たけちゃん、気持ちビールを下げていただいてよろしいでしょうか。すいません、前 の、 あの座っているプレスの方も撮影されてますので、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。後ほどフォトセッションのお時間ありますし、泡が大事ですからね。そろそろ行きましょうか。さあ、それではありがとうございます。ここでザ・プレミアム・モルツフェスティバルの開催を記念して乾杯を行わせていただきます。では乾杯の発声は西田部長、よろしくお願いします。はい、それでは日頃の、ご愛飲に、万感の感謝を込めまして、ザ・プレミアム・モルツフェスティバル、ここに開催をいたします。乾杯。ザ・プレミアム・モルツフェスティバル、ただいまスタートいたしました。わあ、美味しそうに皆さん、なんかお二人盛り上がってますけど、何のお話されてるんですか。すごい、ほぼ一気じゃないですかと思って一応絵的にはちょっと残さないとあれなのかなって毎度思うんですけど、そうですね、ちょっと素人感出てますね、西田部長ね。いやいやいや、いつも部長の愛ですね。いつもです、はい、愛ですね。さあ、召し上がっていただきまして、竹内さん、いかがですか。美味しい。こういうね、外の空気を感じながら飲むのも最高ですし、ね、これからゴールデンウィークが始まって、この爽やかな雰囲気の中で飲めるって、もう本当に楽しいと思います。もう本当しみじみとおっしゃってますね。今喉にしみてます。我慢した甲斐がありましたね。ありましたね。さあさんはいかがですか。とても美味しくいただいてます。本当竹内さんを CM で見ていたので、 この目の前でこの美味しそうに見る顔がすごく、はい、なんかいいなと思います。はい、本当女性2人盛り上がっていらっしゃいますが、西田部長いかがですか。一緒に乾杯して召し上がっていただいて。いや、2人の飲むお顔をよくから見ようと思ったんですが、飲むのに一生懸命になりまして、ただもう本当にこうやって美味しそうに飲んでいただいて本当にありがたいですし、全国で、この美味しさを本当に伝えていければと思ってますので、どうもありがとうございます。はい、ぜひこの美味しさを全国17都市の皆さんにも味わっていただきたいと思います。